売り上げ取りたい、売り上げ取りたい、売り上げが取りたーい。ライバルの店舗やライバルの店長マネージャーには絶対に負けたくない。今年こそ絶対に頑張るぞ。皆さんこんにちは、沼チャンネルの沼です。この度の動画のご視聴ありがとうございます。さあやっていきましょう。曖昧コミュニティ、皆さんの職場にもライバルって存在いますよね。そうです、あの人やあの人の存在です。絶対負けたくないっていうライバル、そんなライバルと大きな差をつけて勝つには、実は閑散期で全てが決まるんですよね。おいおい沼、何言ってるんだよ。閑散期っていうのは暇だから閑散期っていうんだぞ。そんな時に勝負が決まるわけないだろう、頭おかしくなったんじゃないか沼って思った方いると思うんですけども、ちょっと聞いてほしいんですよね。アパレルの閑散期っていうところにちょっと整理したいんですけども、まず実売期っていうのがありますよね。春夏で言うと3月から4月が実売期、繁忙期、その後の5月から7月、ゴールデンウィークから夏のセールにかけてが一番忙しい時期、繁忙期と言われてます。秋冬だと9月から10月が実売期、11月から年末年始の1月までのセールが繁忙期っていうふうに大きくは言われてると思います。では閑散期がいつかっていうと、2月と8月っていう時期がメインだと思います。若干ブランドさんによってタイミング違うと思いますが、大きくは2月8月が閑散期っていうふうに考えられます。ではなぜ閑散期っていうのがあるかっていうと、お客様が何を買えばいいかわからない時期だからです。例えば2月だったら春の立ち上がりとして商品は揃ってきてるんですけども、まだまだ寒い時期で、かといって冬のバーゲン品を買い足すにはモチベーションは上がらないよね。もう今何買えばいいか正直わかんないよ、だから一旦お休みってなりがちなのが2月ですよと。そういったお客様の購買心理が分かってるので、私たち売る側も在庫をあまり持たない時期っていうのが2月だったり8月の閑散期だと思います。だから販売員のスタッフ側としては、よっしゃ閑散期到来だぜ、連休いっぱい取って旅行に行くぞってなりがちですよね。ただちょっと待ってくれよと、それは一販売員さんにとっては連休取るぞでいいんですけれども、マネージャー職の方、店長さんやエリアマネージャーさんにとっては、閑散期こそ一番忙しい時にすべしと私は考えてるんですよね。実は忙しい時期ってマネージャー職、店長やエリアマネージャーさんたちと一販売員の方たちっていうのはちょっと時期がずれてくると思うんですよね。で、店長さんになるともうちょっとタイミングが複雑で、プレイングマネージャーって言われる役割だったりするんで、少し例外パターンになってくると思うんですけども、ざっくり言うとマネージャー職、販売員職で忙しい時期が若干ずれてきますよと。これね、意外とマネージャー職の方たちも考えずに、閑散期だから自分たちも閑散期って思いがちなのかなと考えます。でですね、私も管理職、店長やエリアマネージャーって仕事をかれこれ7年ほどやっていまして、店長が2年、エリアマネージャーが4年、そしてそのエリアマネージャーの上司の統括マネージャーっていうのも1年やってたんですよね。実績としては毎年平均よりちょっと上は必ず取ることができてました。7年間毎年です。下回るってことはなかったです。毎年ナンバーワンになれてたかっていうと毎年とは言えないんですけども、基本的に少し上の実績は必ず維持することはできてたんですよね。ここからお伝えしたいことなんですけども、実績を確実に取っていきたいマネージャー職の方、店長さん、エリアマネージャーさんにちょっと聞いてほしいんですけど、私がやってたことって取り組みや戦略みたいなことは他の店舗、他のエリアとほぼ一緒のことをやってたんですよね。ただし決定的に違ったのがこの1枚の紙です。これ私自身で作って勝手にやってたものなんですけども、この1枚の紙のおかげで平均よりも上、常に実績を取ることができ続けてきました。で、これどういうシートかっていうと、メンバーの名前を書きます。鈴木さん、斉藤さんとか、店長さんだったら店舗のメンバーで、エリアマネージャーだったら店長の名前ですね。横軸に通勤のこととか趣味のこと、仕事今後どうしたいかって今後のこと、あとはまあその他っていう、まあざっくりとすごい簡単なことを書いていくんですけども、通勤だったら例えば鈴木さんは明大前ってとこに住んでますよと、お店まで30分かかるんだなとか、山口さんは渋谷駅から30分だと、プラスでバスも使って20分かけてますよと、まあ通勤のこと、あと趣味だったらもうサッカー観戦だよとか、登山だよ、フェスに行くのが好きだよ、パズドラやってますよとか、まあ趣味をかけますと。今後店長を目指したいですとか、現状いい位置でいいと思ってるとか、実は転職を考えてるとか、その他っていうのは来年結婚しようと思ってますとか、今一人暮らし始めたばっかですとか、実は誰々さんと最近揉めましたとか、あとはミーティングで発言多いのこの人だなとか、まあメモ書きみたいな感じでどんどん書いてきます。これ当時思い出しながら仮で書いてみたものなんですけども、ざっくりはこんな感じで、まあ簡単な内容ですね。閑散期中2月とか8月の1ヶ月のうちにこれを全部埋めるですよね。で、何をするかっていうと、各
くっていうよりは話を聞くんですよね。で、割と書いてることって仕事の業務に関わらないことですよね。プライベートの内容が私は多いのかなと思ってます。一緒に働いてる時間じゃない時間、通勤はどういうふうに過ごしてるのかなとか、家に帰って趣味はどんなことをやってるのかな、どういうことに興味があるのかなっていうのをとにかく聞くことを集中的にまず1ヶ月やります。でね、もうね、2月とか8月の閑散期っていうのはね、もう売り上げをね捨てていいんですよ。もう勇気を出して。で、なんでかっていうと、年間で見た売上の月間シェア、年間のうち1ヶ月で売上はどのぐらいのシェアがあるかっていう比率を見た時に、だいたい12月ってすごい売上のシェア高いと思うんですよね。12ヶ月のうちで1ヶ月だけでも 20% 近くいく時もあると思うんですよ。20% 言い過ぎかな。でもクリスマスとか年末の忙しさですんごい売れる、冬物も実売だったりするんですごい売れる時期だと思うんですよ。対して2月とか8月という閑散期っていうのは 5% に満たない時期だったりもするんですよね。今日話したいマネージャー職の皆さんよく考えるべきっていうのは、年間で勝てばいいんですよ。月々の売り上げ、日の売り上げ追っかけてるのは確かなんですけども、1年間で見て勝てばそれで OK なんですよ。なので閑散期にたくさん情報収集したりとか、みんなと話すことによって今後の戦略っていうのが分かってくるんですよね。で、2月に例えばこれを埋めましたと。で、3月以降にこの紙を元に皆さんと一緒に会話していくんですよね。これがすごく大事です。例えば、山口さんのバス通勤だよね、夜さ、お蕎麦の後のバス結構混むでしょ、あれ大変だよね、とか、そういえばさ、そろそろフェスのチケット予約始まるんじゃないとか、もう予約取ったりしてるの、とか、そういえば最近一人暮らし始めたばっかなんだよね、早番だと結構朝起きるの大変じゃない、とか、そういった今までいろいろ教えてくれたことを元に会話をしていくんですよね。業務に限らずそういったお話にもなるんで、一緒に働く例えば8時間以外の時間、みんなが何してるかっていうのもお話できると思います。注意としては、これを書くときとかお話をするときに無理に聞き出そうとしちゃうとちょっと相手にとって嫌な思いしちゃうんで、自然に聞き出すこと、自然にお話しすることっていうのが大事だと思います。私が店長やエリアマネージャーのときに何がしたかったのか、店長やエリアマネージャーの仕事っていうのはそもそも何が大事なのかっていうのを皆さんと話したいんですけども、とにかく一緒に働くメンバーを知ることなんですよね。そしてメンバーに関心を持つこと、これがとっても大事だと思います。一人のスタッフとして業務をやってくれるあの人っていうには見ることではなくて、一人の人間として一緒に仕事していくこと、この気持ちが非常に重要だと思います。このシートを元に会話をしていくと、少しずつ向こうメンバーがね、心を開いてくれるようになるんですよね。あ、なんか沼さんって業務のことばっかりじゃなくて自分たちにちゃんと目を向けてくれるんだ、バスの通勤大変とか帰りが遅くて大変だって思うことも、あ、分かってはくれてるんだっていうところで、少しずつ心を開いてくれるようになるんですよね。でね、これもね、よく考えるべきだと思うんですけども、自分たちの話もろくに聞いてくれない上司の言葉を耳を傾けますかって話だと思うんですよ。たまにしかなさい、面談もろくにしない人から、ちょっとこの仕事できてないよとか、もっとこうした方が売り上げ伸びるからやってほしいとか言われたとしても、いまいちピンとこないですよね。しっくりこないですよね。なんで大事なことって、やっぱり上司だからっていう上から目線じゃなくて、逆にこちらの上司側が仲間に入れてもらうっていう姿勢が大事なんですよね。そうすることによって、あ、いいよ、あなたの話だったら聞くよって思ってくれる、要は仲間になってくれる、信頼してもらえるってところになると、心を開いてくれる、耳を傾けてくれるようになるんですよ。で、そっからが勝負です。そうしたら自分が言いたいこと、伝えたいこと、仕事に関わること、売上に関わることをどんどん言っていけばいいんだと思うんですよ。この店の課題は入店数、お客様の入りが少ないことだ、もっと地域のお客様に合わせて売り場作りを意識することでもっともっと売上が伸びると思うから、ぜひそれをやっていこう、とか、今のチーム運営自体本当に素晴らしい、ただ事前準備がおろそかになりがちだと、なので売上のピークに大きな売上が取れないと、事前準備をもっともっとやっていくことでこれから売上をもっと伸ばすことができるから、そこを集中して改善していこう、とか、そういったことを伝えた時に、あ、あの人だったらじゃあ話を聞こう、じゃあやってみようって思ってもらえると思うんですよね。言葉って相手に届いた時に初めて意味があるわけで、ただ言ってるだけ何も伝わってないってやったら全然意味がないですよね。なのでまずはみんなのことを、気持ちをたくさん聞かせてもらうことで、自分の話を聞いてもらえる信頼関係を作ること、それを閑散期にして実売期や繁忙期に向けてぐっと売上を伸ばすきっかけを作っていくこと、戦略の浸透だったり、みんなのやる気だったりっていうのを上げるために、たくさん話を聞くっていうのが大事になってくると思います。もう確実にこれでライバルたちに私は勝ってきました。
でね、ライバルたちっていうのは、ね、基本的にね、2月とか8月、監査期にですね、会社からの方針とか戦略っていうのをね、バーっとみんなに伝えたがるんですよ。まあ、それはいいことなんですけども、ただ一方的にやっぱり言ってばっかりだったら全然相手に届かないんですよね。あとはもっと言う、さっきみたいに、閑散期でやったウェイつって休みに行っちゃうとか、閑散期はマネージャーにとっては閑散期ではなく繁忙期であるっていう風に理解して向き合うと非常にいいと思います。改めてシートなんですけども、もっとシンプルなことしか聞いてないです。通勤はどういう風に通勤してるのとか、趣味はどんなことしてるのとか、今後のこと、どういう風に考えてるの、仕事のことを考えてるの、悩み事は何かあるとか、そういうことをバーっと書いていくことで、相手をもっともっと知ることができる。これをやってるかやってないかで、大きくその後の動きが変わってきます。マネージャー職っていうのは、相手の気持ち、メンバーの気持ちを動かすことで売り上げを取っていくことが何より大事なんで、心を動かすために、みんなが聞いてもらう準備、姿勢っていうのを整えることが、スタートラインでまずすべきことだっていうふうに私は考えます。ぜひですね、騙されたと思ってですね、皆さんもやっていただければいいかなと思います。全然シートとか何でもいいと思うんですよ、内容自体は。ライバルと大きく差をつけるぞということでですね、今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。店長やマネージャー職ってとっても楽しい、やりがいのある仕事だと思いますので、少しでも何かお役に立てれば嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。沼チャンネルの沼でした。ありがとうございます。